有村雄介は、幕末の薩摩藩士、尊上橋氏、忌み川兼武、兄に、後の貴族院議員、海江田信義、弟に、有村寺左衛門のがいる。鹿児島県泉市の野間の関市近くに残る有村雄介首実験の地薩摩藩士、有村健全の三男。母は、連樹に、安政五年、時系の次左衛門のと共に脱藩して、江戸で、 尊上活動を行い、三戸藩士、高橋大一郎らの志士と交流を深める。安政六年、安政の大国が起きるとそれに憤慨し、その実行者である大老、伊伊直介の暗殺と京都、大阪での挙兵を計画する。翌安政七年三月三日の朝、桜田門外の変で、伊伊が、次左衛門の闇とろうしらに暗殺されると、それに交して、三戸藩士、金子孫次郎、 佐藤哲三郎と共に京都に向かう。しかし、幕府によって藩士が捕らえられることを恐れた薩摩藩では、道中の伊勢四日市で有村らを捕獲し、伏見の薩摩藩邸に送った。当時の伏見奉行は薩摩藩が任税られていたが、金子、佐藤をかばいきれず幕府の手に渡されて、江戸に護送され、祐介は薩摩に護送された。鹿児島では、 名優一同が雄介の除名を願ったが許されず、万円元年3月24日、幕府の探索が鹿児島に迫ると判明によって切腹を命ぜられ、商用として自決した。解釈は、羽ヌ家の友の奈良原喜八郎であった。野間の考えにおいて、雄介の首を幕府役人に引き渡したとの伝えが残っている。去年26、明治35年増14位。 上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名治天第五飯株式会社賛成堂、2009年65ページ、田尻左辺、増意所見伝造補番上特使増意年表 P16。ありがとうございます。